レイクオスイーゴ、レイクオスイーゴは、アメリカ合衆国オレゴン州のクラカマス郡に、地域の大部分が属するし、地域の一部は隣接するマルトノマ郡、ワシントン郡にも属する。州内最大の都市ポートランドの南に位置し、1.6キロ平方メートル、405エーカーの面積を持つ、私有湖であるオスイーゴ湖を囲んでいる。 2000年の国勢調査の時点で、の人口は35,278人。2006年現在の推定人口は36,350人で、ある。現在、レイクオスウィーゴとして知られる地には、クラカマスインディアンが先住していたが、ヨーロッパ人探検家、貿易家などによって持ち込まれた病気により部族、の人口は減少した。 オレゴン街道をたどって多くの人々が移入する以前には、ウィラメット川とトゥアラティン川に挟まれた土地には、初期の開拓者の家と農場がわずかに散在していた。1850年の教育地請求法と、皇族するホームステッド法に推進され、多くの人々がまだ当時は空き地ばかりだった、この地に到着した。1847年、アルバート・アロンゾ・ダーラムによって、 オスういいごの町が設立された。オスういいごとは、ダーラムの出身地である、ニューヨーク州、オスういいご郡に由来する。ダーラムは、サッカークリーク、現、オスういいごクリーク沿いに製材工場を建設し、これがオスういいごにおける産業の起こりとなった。1855年、連邦政府は残存していた、クラカマスインディアンを、ヤムヒル郡近くのグランドロンドインディアン居留地に、 強制移住させた。オレゴン州の歴史では初期にあたる、この時期、通称は、ポートランドからウィラメット川をたどって、オレゴンシティへ、またトゥアラティン川渓谷を登って、トゥアラティン、ショールズ、ヒルズボロへと進んでいた。深い森と雨に濡れて、泥まみれになった、道々により、陸上の交通は難しかった。この地域の河川沿いには、当時用いられていた船着き場、 連絡線上工場、カバードブリッジ、屋根付橋の名残を現在も見ることができる。ベイクオスイー越市で現在のジョージ・ロジャーズ・パーク内にある船付き場はダーラムによって1850年頃木材輸送を目的として開発されたと考えられている。トライオンクリークとウィラメット側の合流地点の近くにもかつては船付き場が存在した。1865年。 ドゥアラティン渓谷で鉄鉱石が発見されたことに推進され、オレゴンアイロンカンパニーが設立。その後、2年以内に西海岸で初となる溶鉱炉が建造された。これはコネチカット州北西部で一般的だったアーチ状の溶鉱炉に倣って作られている。オスイーゴアイロンカンパニーやオレゴンアイロンスチールカンパニーが続いて設立。オスイーゴは 西部のピッツバーグへと向かいつつあった。1886年、ポートランドウィラメットバレー鉄道が延伸し、オスウィーゴに鉄道が敷かれた。オスウィーゴからポートランドまで 11.3km の直行便が運行された。これ以前は、オスウィーゴの町へは、そやな道を通るか、川を船で行くしかアクセスの手段がなかった。鉄道が到着は、 お水ー語にとって、良くもあり悪くもあった。お水ー語では線路に沿って、宅地造成が推進され、従来の地域産業を幅を超えた発展が可能になった。しかし、古代湖地域で採掘された安価ながらも高品質な鉄が容易に現地に入り込むようになり、お水ー語の地域産業の衰退につながった。1890年の時点で、お水井語は12,305トンの先鉄を、 生産し、同産業の雇用人口は、絶長期で約300人に上った。この成功は、お水ン後の発展の刺激となり、同時点で4件の雑貨屋、1件の銀行、2件の理髪店、2件のホテル、3件の教会、9件の酒場、1件の薬局に加え、1件のオペラハウスまで存在した。鉄産業は、19世紀末期の関連産業における、 全ベンチャー企業の支配を目論んでいた数人のポートランドの投資家がデザインした戦略の最も重要な部分であった。船や鉄道の運営はオレゴンスチームナビゲーションカンパニー、後のオレゴンレールウェイナビゲーションカンパニーが司さっていた。現地の独占企業は地域内で高まる鉄鋼の需要に応答し、地元の経済の歴史において重要な役割を果たした。 オレゴンナイロンスチールカンパニーは20世紀になると土地開発に乗り出し、保有していた9 7トルの土地を売却。1905年には、オおイー後クリーク沿いに港を建設、また電信柱を建てることで数年後には、オおイー後の住民に電気が供給されるようになった。精電所の水需要が収まってくると、湖と町のレクリエーションへの可能性が見出され、 急速な成長を遂げることとなる。1910年、オスイーゴの自治体が法人化され設立した、ポートランドウィラメットバレー鉄道を19世紀末に買収したサザンパシフィック鉄道は、そのレールの期間を狭い幅のものから標準的な物糸拡大し、1914年には電気を通したことで、オスイーゴとポートランドの間に高速で快適な、 列車便が運行されるようになった。旅客輸送は1920年にその絶頂期を迎え、ポートランドとの間を1日64便が行き来した。しかし9年後には旅客サービスは終了し、同船はポートランドのサウスウォーターフロントまで貨物輸送に用られるようになるが、1984年に廃止を迎えた。その後も線路は保存され、現在は ウィラメットシはトロリーが同線を走り観光客を集めている。オレゴンアイロンスチールカンパニーの売り上げの恩恵を享受した土地開発家の一人にポール・マーフィーがいる。マーフィーが所有するオスイーゴレークカントリークラは設立したばかりのオスイーゴ市を遊びながら暮らす場所として発展させる一助となった。マーフィーは市の西部に水道システムを 初めて供給させた事業に関与し、また1930年代から1940年代にかけて工程設計の推進事業に関与し、オスイー号を魅力的な住みたい街へと変貌させていった。1940年代から1950年代にかけても、オスイー号の開発は継続しさらなる住宅地の拡大を見た。1960年、 オスウイーゴは隣接するレイクグローブを合併し、レイクオスウイーゴへと改名した。アメリカ合衆国国政調査局によれば、レイクオウイーゴ市の総面積は2 8 4 k ルで、そのうち2 6 8 k ルが陸地5.57%にあたる1 6 k ルが水面である。ウすいゴ湖は、レイクウすいゴコーポレーションが管理する、 死ゆこで、かつてクラカマスインディアンが、ワールが、ウォルが、野生の白鳥と呼称していた、自然光を人為的に拡張したである。湖を一望できる家々や、湖畔の不動産の価格は高騰しており、非常に人気が高い。湖上は、船の航行が可能で、東側の選挙から上陸して、近場まで歩いていくことができる。ドゥアラディンから引かれている重要な用水路は、20世紀。 初頭に改作されたものである。5から10年に一度、お水いいこの水位が下がる。これは、ダムの水門が開くことによりお水いいの水が、お水いいクリークを経てウィラネット側に流れるためで、あるが、これによって、湖畔の土地の所有者は、選挙や船小屋を修理する機会を得られている。近年では2006年10月に、水位の低下が行われた。 レイクオースイーゴの地域は、シルバニアーまで、また、レイクグローブを経て、トゥアラティンまで及んでいる。レイクオースイーゴは高所得者層の住む、有数のポートランド郊外都市である。レイクオースイーゴの2000年の平均世帯所得は7万1597ベードルで、1990年の5万7499ベードルから、大きく上昇した。ポートランド都市圏に広く見られるように、 住宅価格は急騰しており、1990年には142,600ベイドルだった同市の平均住宅価格は2000年には296,200ベイドルになり、10年間で2倍以上に膨れ上がった。市内にはオレゴン州屈指の高価格な不動産が見られるが、この傾向は特に湖周辺の地域に顕著である。2007年に推定された土地を含めた一住宅。 平均価格は、湖から離れた場所で75万ベイドル、湖沿いでは100万250ベイドルに上った。これらの値は、オレゴン州の市の中では最も高いものとなっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、近い。 支配人制の議会形態を採用し、選出された有志の市議会に政策決定権を付与している。議会は一人の市長と六人の市議会議員から構成され、その全員は選挙により選ばれ、任期は4年である。日々の公務は選任された専門の市支配人によって行われる。市の常勤職員、非常勤職員のほとんどが支配人の監督下にある。 この職員には、警察署長、消防署長、支配人補佐、地域開発監督も含まれる。大きなグループは次の通りである。市議会の土地利用計画などの活動への市民の参加に、各地区協会が正式な役割を担っている。地区協会の役割は州法及び司法により規定されている。2005年2月現在、 レイクオスウィーン越しには次の20の地区協会がある。ブルーヘロン、ブライアント、カントリークラブイコールノースショア、エバーグリーン、ファーストアディション、ホレストハイランズ、グレンモリー、ハリナン、ホリーウォーチャード、レイクフォレスト、レイクグローブ、レイクウッド、マクベイイコールサイスショア、オーククリーク、オールドタウン、パリセーズ、ローズウッド、アップランズ、ワルガ、ウェストリッチ、 の印がついた教会は、湖畔の辞書を含む。オーククリーク地区とホリーオーチャード地区に挟まれ、ホレストハイランズ地区とアップランズ地区の西に位置する、マウンテンパーク地区は、住居所有者協会であり、現地住民ための地区協会の役割を果たしている。市民の政治活動への関与に関する統計は次の通り、一平区を推移後公立学区には、9校の小学校、 二校の中学校、二校の高等学校があり、合計で305人の教師が指導に携わり、7163人の生徒が学んでいる。教師一人当たりの平均生徒数は23人。また、現地のカトリック教会が計マイナス8教育、就学前から第8学年までの教育を行っている。合計で2.3キロ平方メートルの公園及び、 公共空間が市によって管理されている。これは24の公園、アンフィシアター、水上公園、ウィラメット川沿いのウォータースポーツセンター、老人センター、自己資金による公立のゴルフコース、屋内テニスセンター、7つの屋外テニスコート、5つの休憩所を含む。その他、旧レイクグローブ公立学区内に住む人々に開かれた水上公園がある。また、 民間の施設では、オスイーゴレイクカントリークラブと乗馬クラブがある。レイクオスイーゴ市は一つの姉妹都市を持つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。